こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2018年12月20日、海上自衛隊の航空機に対して韓国海軍の駆逐艦が射撃管制レーダーを照射した事件がマスコミを大いに騒がせました。一般の国民の間にもいろいろな取り沙汰をする人が増え、結果として韓国に対する目が厳しくなった一因と考えられています。これに関しては、日本の排他的水域中で韓国の駆逐艦と救難艇を発見したため写真撮影をしていたら、駆逐艦からレーダー照射を受けたという日本側の主張と、北朝鮮の遭難船の救助作業中の駆逐艦に日本側が異常接近した、我々はレーダー照射はしていないという韓国側の主張とが大幅に食い違ったままです。この時韓国から照射を受けた航空機こそが最新鋭の P-1 哨戒機でした。 P-1 哨戒機は対潜水艦探知に優れており、いわば日本の新しい目とも呼ばれる機体です。この機体は2013年から海上自衛隊に配備が始まりました。 P-1 哨戒機はそれ以前のアメリカロッキード社製の P-3C 哨戒機の機とされ、純国産機として配備されました。P-1 哨戒機の開発は、防衛省と川崎重工業2社が担当し、川崎重工業は製造を担当しています。2019年時点で、すでに22機が配備されました。最終的には合計70機を配備する予定となっています。この哨戒機の調達価格は、初年度2008年度の予算では、4機で679億円、1機約170億円ということです。F-35 シリーズ戦闘機などは約120億円ですから、それと比べても、1機あたりの単価が高くなっていることは、一目瞭然ですね。だからこそと言うべきか、性能はぐんとアップしています。最大速度 996km、巡航速度 833km という数字は、F-35 シリーズの約 30% 増と言われますし、航続距離の約 8000km というのは約 20% 増ということですから、機体自身が高性能化したこと合わせて、配備数を減らすことも可能という推測もされています。とはいえ、これらのデータについては、当然ですが、海上自衛隊の最高レベルの防衛機密ですから、一般に公開された情報はかなりの部分で、制限されたデータと考えるべきと思われます。改めての説明となりますが、哨戒機というのは自国領内へ近づく敵を早期に発見するために、上空から監視や警戒任務を行う航空機のことです。敵の潜水艦や艦船を対象として広範囲に及ぶ索敵を主な目的として行動する一方、海難事故などの捜索や救難、あるいは物資の輸送も可能な機能も備えた機体です。P-1 についてはそれだけではありません。この機体は特に潜水艦に対する高い探知機能が備わっているのです。海上自衛隊の通常動力型最新鋭潜水艦双竜型は敵に発見されにくいということで、世界的にも脅威とされているようですが、
B1 はこの双竜をも探知できると考えられているのです。この探知能力は通常動力型の潜水艦だけなく原子力潜水艦さえも捕捉可能と言われ、同盟国であるアメリカはもちろん、ロシア潜水艦の行動までも掴んでいると考えられているのです。こういう点を考えると、日本の海上自衛隊の能力は世界でもトップクラスということを、潜水艦隊と共に証明した存在と言えるのではないでしょうか。誰でも一度は聞いたことがある矛盾という言葉は、中国の古典に由来します。それは、どんなものをも貫く、矛、矛と、どんなものの攻撃を防ぐ、盾、盾を売ろうとしていた商人に、一人の男が、では、お前の売っている矛で、その盾を突いたら、どうなるのか?と質問したところ、商人は回答できなかったのです。つまり、相反する武器は両立しないという理論なのでした。これを海上自衛隊に置き換えると、双竜潜水艦が矛であり、B1 哨戒機が盾ということになるのかもしれません。この二つの性能は同時に両立し得ないということでしょう。B1 哨戒機を盾に例えましたが、実際には、魚雷や空対艦ミサイルとの攻撃用兵器をこの機体に実装することも運用上では可能と考えられます。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に対潜水艦用爆雷や魚雷を設置し、主翼の下に対艦船用誘導弾や空対地ミサイルを喧嘩吊り下げる、できる機構が備わっているからです。通常の任務以外、万一有事の際に、このような兵装が可能である、有用性を備えているということは、狭い国国土の割合に広い領海を抱える日本の海上自衛隊としては、無視できない部分でしょう。しかし、前述の韓国海軍駆逐艦との対峙において、B1 哨戒機が果たして有利だったのかと問われた場合、あくまでも否と言わざるを得ないのです。というのは、当該機体が武器対艦船用誘導弾を装備していなかったというだけではなく、仮定として実装していて、それを用いて応戦としても変わりはなかったと考えられます。理由は、近代的な駆逐艦には遠距離対応の艦対空ミサイルや中距離艦砲、近距離用の機関砲などの多くの防御用兵装が装備されているからです。万が一にも武力衝突という場面になったら、駆逐艦の方が絶対的に優勢です。B1 哨戒機には量産化された機体としては、世界初の光ファイバーを使用して操縦信号を送る飛行制御システムが採用されていますが、機体に搭載された各種の電子機器類が発する電磁波の干渉を低減させるとともに、より安全な飛行を実現させるための機能ということです。この機体に搭載されるジェットエンジンは IHI 社が製作した F7 ターボファンエンジンで、主翼の下に4機を実装する方法となっています。静粛性や高いパワーが期待され、しかも燃費の良さも兼ね備えているそうです。航続距離は、なんと約 8000km とも言われていますが、それを実現させる原動力がこのエンジンなのです。従来の P3C 哨戒機は最大で約100機程度を配備していましたが、P1 の高性能さ、航続距離、連続稼働時間の延長が、
効率性向上につながり、今までより少ない機体数でも従来と同様の哨戒能力が確保できると考えられています。優れた P1 哨戒機、さすがに一度での全ての数を調達というのは予算的にも非常に厳しいのですが、現時点でも22機が配備されてしますし、少しずつにではありますが、70機ぐらいを目安として配備が進められているようです。P1 哨戒機は現在 P3C 哨戒機を配備している青森の八戸基地や鹿児島の鹿屋基地、沖縄の那覇基地、千葉の下総基地に順番で配備されていく予定となっているそうです。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に対潜水艦用爆雷や こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F2 戦闘機の後継機として開発されたのが、新進と呼ばれる X2 実証機です。純国産機なので、X2 新進のカラーリングはもちろん、日の丸カラーの白と赤、なかなかかっこよいと評判で、32回のテストフライトで計器類やレーダー、ステルス性など各部分のテストを繰り返しました。現在のところ
テストフライトは終了となり、同時に神神の役目も終了とされました。では、この神神について隣の軍事大国、中国の反応はどうだったのでしょう？中国に関する記事を見つけましたので、ざっと紹介しますね。まずは、日本が X2 神神を完成させた状況に警戒していると言われます。というのは、日本単独で戦闘機を製造できる能力を持っているということと、ステルス機を完成させたという証拠となるからです。日本は防衛力でもアメリカに依存している状況ですが、軍事に関する工業力は、神神を見ても、やはり脅威となりうるのです。もちろん、神神だけでなく P1 哨戒機などについて、考えても、やはり脅威と考えられているようです。また、神神は、アメリカの戦闘機を上回る性能を、見せたこともあったので、今後、日本の軍事工業力をどう評価してすればいいのか理解に、苦しむとも言われますし、F3 戦闘機の動向も気になると考えているようです。だからこそ、中国も今後、もっともっと高性能な戦闘機を開発していく努力が必要になると推測されています。上記の記事でもお分かりのように、中国は X2 新進実証機を作ったことで、日本に脅威を感じているようです。しかし、F3 戦闘機についてはまだ未定ということです。F22 プラス F35 戦闘機の提案がアメリカのロッキード・マーティン社から日本側に打診がありましたが、断っている状況です。現在は白紙状態ですが、イギリスのテンペスト計画にも、日本は誘われているのです。戦闘機の操縦桿を握れなくても、日本への様々な申し出は多くあるようですね。個人的には、第6世代戦闘機として見た場合、テンペストの方が優れているように感じます。今後登場する戦闘機は、本体とそれを取り巻く部分、例えば付随する、ドローン戦闘機の自立制御が可能になってくると思われます。まるで、ガンダムのファンネルか、ドラグーンかと思ってしまいます。ファンの方ならご存知でしょうが、ファンネルとは、初代ガンダムに登場した武器で、人間の脳波で機械を制御、操作しながら、ビーム砲で攻撃する小型兵器です。また、ドラグーンとは、ガンダムシートに登場した武器で、ファンネル同様、パイロットの脳波で制御コントロールし、敵を攻撃する兵器です。現在、F-35 ステルス戦闘機は、世界中で最も使用されている戦闘機ですが、高額なので、できれば、あまり実戦には使いたくない。損害を出したくないという機運が強いようです。その結果として F-16 や F-15 戦闘機に多くのミサイルを乗せて出撃させ、航続機で編隊を組み、高度レーダー搭載 F-35 によって状況を把握することで編隊を組んでいる味方機にネットワークで指示を出すという戦術を使うことになってくると思われます。要するに、高額の F-35 をブレインとして使い、肉体労働は F-16 や F-15 にさせるという考えのようですね。将来的には、この F-16 や F-15 戦闘機が無人の自律制御型に切り替わっていくと推測されます。自分で飛んで自分で帰ってくる。そして、F-35 戦闘機からのミサイル発射命令に従うということも可能になるのですが、この場合の F-35 ステルス戦闘機は
2機必要になるでしょう。X2、新進の戦闘機は前述した機能ぐらいは備えているはずですし、今のままでも戦闘機として使用できると思われます。新進という優れた戦闘機を作れるのだという自負が、日本には誇りとなるでしょう。今後の新進の試験飛行が繰り返される可能性もありますし、当然ながら、まだ、まだ、改良の余地も当然あると考えられます。技術力についても現在も進化しつつある状況ですから、何回もテストフライトを繰り返してもいいでしょうし、IHI のジェットエンジンも何度テストしても、何ら問題はないと思われます。日本は F-35 を大量購入する予定ですが、ストブル機短距離離陸垂直着陸機を開発できるかどうかについては、護衛艦いずもとの連携も重要になります。F-3 計画については閣議決定状態ですから、護衛艦いずもに艦載できるような戦闘機を開発した方が、良いのではないかと考えます。短距離離着陸機の製造には F3 の開発費としては、安いと感じる部分があるのですが、その他の付属するミサイルやミーティアなど、本体と別の部分でも、開発が進んでいます。言うまでもなく、中国が黙っているはずはなく、開発を進めているのかは不明ですが、空母や潜水艦、戦闘機など相手の方が数では上回っています。しかし、肝心なのは質の部分でしょう。中国が質をどうやって向上させるか一番の課題となっていると推測されます。それと逆に日本は秘密裏に先へ先へと進んでいる状況なのです。X2 新進の後現れる戦闘機はこれくらいはこなしてくれる。実際今のままでも戦闘機として使用できるだろう。新進を作れるという自信が日本には誇りとなる。 F-35 を大量購入する日本だが、ストブル機を開発できるか、護衛艦伊豆元の連携も大事になる。この部分はF-35B が担うことで、将来純国産のストブル機を見てみたい。F-3 計画は閣議決定。なのだから、護衛艦いずもに艦載できるような戦闘機を開発してみてはどうでしょう。中国も開発しているのかわからないが、空母や潜水艦、戦闘機など数では上回る傾向にあるが、問題は質の部分。質をどう向上させるか問題だろう。極秘に日本は先へと進んでいる状況だ。